石垣市長が尖閣海洋調査に同行した情報は皆さんご存知でしょう。それに反発している親中議員がいるのをご存知でしょうか。案内役のアミカです。今回は親中議員とデニー知事は一体何を考えているのかを詳しく見ていきます。普天間基地移転も進まず、基地負担軽減を進める防衛省ですが、馬毛島とも合わせて進まない状況でもあります。北大東島のように誘致する地域もありますけどね。中国の海峡局艦艇が不法に領海侵犯を繰り返している沖縄県石垣市の尖閣諸島に対して、2021年1月30日石垣市の中山義孝市長が尖閣諸島の調査を委託した東海大の調査船防星丸2174トンに自ら乗り込み出航し、翌31日朝から尖閣諸島の魚釣島、北小島、南小島に最大1マイル 1.6km の距離まで接近し、視察を行った。これは石垣市が東海大に委託した海洋調査に伴うものであるが、中山市長自ら視察に赴いたのは就任後初めてのことであり、行政区の長が尖閣諸島に赴いたことも極めて異例のこととされている。これについて石垣港に寄港した中山市長は、調査の目的については、石垣市の海洋基本計画において、周辺海域の漁業活用などを実施する上で、実態調査をする必要があったとした上で、尖閣諸島を海上から見たのは初めてであり、非常に大きな島だったと感想を述べた。行政主導による尖閣諸島の現地調査は、2012年に、当時、石原慎太郎氏が都知事であった東京都が、当時、尖閣諸島の購入を表明した際に、実施して以来で、その際にも参加した、東海大海洋学部の山田義彦教授は、今回の視察において、目視で、ヤギなどによる、植生への食害を確認したほか、海水の採取による、汚染調査などによって、島周辺への漁業の影響を考えるとしている。今回の防星丸の調査中には、その動きの合わせるかのように、中国海峡局の艦艇2隻が、領海に侵入して、防星丸を追尾する動きを見せたが、尖閣周辺の警護に当たっていた、海上保安庁の巡視船8隻が、防星丸への接近を阻止し、海峡局の艦艇2隻は、領海外へ出たとされている。中山市長が、石垣市が委託した調査を実施する調査船に乗って、現地を視察したことについて、不法に領有権を主張している中国政府からの反発が予測されていたのであるが、当の中国は、このことに対して、特にコメントは出しておらず、事態を静観しているほか、玉城デニー沖縄県知事もまた、県議会での中山市長の視察について問われた際に、石垣市長の判断であるとだけ答えるにとどまり、この件には、距離を置く姿勢を見せていた。そのような状況の中、中山市長に対して抗議を行ったのは、なんと、地元の石垣市議会の左派革新系の野党議員たちであった。視察に対して抗議文を発した石垣市議は、富良美佐氏、長浜忍氏、井上道子氏、新垣茂雄氏、大浜昭彦氏、花屋志郎氏、内原英里氏の革新系野党議員の7名で、中山市長の行為を、平和の祭典である、北京冬季五輪直前に実施されており、明らかな挑発行為であり、国際社会からも理解が得られるとは、到底考えられず、真偽に反すると、主張した上に、調査が、市長選直前に行われたことは、行政を私物化した、政治パフォーマンスであると、としたのである。これは、2月に、石垣市長選挙が控えていたことから、革新系議員7名は、この市長による、前例のない視察を、行政を私物する政治パフォーマンスとした上で、
中国をいたずらに刺激する行為だとして、声明を発し、中央の共産党、立憲民主党議員などからも、それに呼応するように、批判が発信されていたが、7名による声明は、市長が、尖閣諸島を視察した、1月31日から、2週間以上も経った2月17日に、抗議声明を発表し、中山市長に対して、2月18日に対応せよと、明らかに、市長が回答をできないで、あろうわずか1日の期限を切ったことについては、これこそが、市長選挙を意識した、政治パフォーマンスだとの声が高まり、逆風が吹いたのではないかと指摘されている。そして、任期満了に伴う、沖縄県石垣市長選の投開票が、2月27日行われ、自民党、公明党推薦の現職、中山市長が、共産党を中心としたいわゆる、オール沖縄が支援する元石垣市議の都議番吉行候補に、2454票差をつけて、4期目の当選を果たしたのである。中山市長の得票は、14,761票、得票率 54.5% を獲得し、投票率は、前回、2018年を 3.01 ポイント下回る 70.54% であったことからも、石垣島島民の審判は、米軍基地反対、新中国のオール沖縄の主張を否定する結果となったのであった。また、沖縄本島においても、1月23日に実施された、アメリカ海兵隊普天間基地の名護市辺野古への移転問題に揺れる名護市長選挙において、玉城デニー沖縄県知事以下の、オール沖縄が支援する前名護市議の岸本洋平氏に、約5000票の差をつけて、現職市長の戸口武豊氏が、再選を果たした。そして、同じく、23日実施された南城市長選においても、オール沖縄の支援を受けた瑞慶覧前市長が、これもまた、自民党、公明党推薦の前市長であった小蛇影春氏に敗れていて、武力衝突の緊張が高まる台湾情勢や、尖閣諸島問題における中国に対する危機感を感じる沖縄県民の、オール沖縄離れが目立つ結果となっている。この市長選3連敗に対して、沖縄の左派系新聞、沖縄タイムスは、南城市の前職帰り咲も、名護市長と石垣市長のいずれも、現職で政権政党が推しており、コロナ禍の経済落ち込みが、現職にプラスに作用したとし、参院選や知事選では、強い革新系現職に、自民党候補が挑む形になり、辺野古移転問題などが、争点となるため、オール沖縄が有利としている。しかしながら、北京冬季五輪後に、ロシアが、ウクライナに軍事侵攻を実行したことで、ロシアを支持する動きを見せている中国が、台湾や尖閣諸島、あるいは先島諸島などへ、軍事的な動きを見せるのではないかとの懸念が広がっており、明らかに、中国に対して、忖度の態度を見せる玉城デニー知事以下の、オール沖縄に、懸念と不満を表す声が高まっていると見られているのだ。ところで、沖縄タイムスと並び、左派系メディアとして、有名な、琉球新報デジタル版に、とんでもない記事が寄せられていたことが、ツイッターで話題になっている。2019年3月31日のデジタル版に、イタリア在住とされる中曽根正則氏なる人物が寄稿したものだが、この中で、中曽根氏は、普天間基地の辺野古移設について、次のように語っている、原文のまま。辺野古移設反対が多数を占めた県民投票の結果を受けても、安倍政権が基地負担を軽減するため、辺野古に新基地を作ると沖縄を愚弄する言葉を吐き続けるなら、もはや、島は、さらなる苦難を、覚悟で独立を志向した方がいいのかもしれない。その場合、沖縄が味方につけるべき相手は、中国、ロシア、北朝鮮のうちの一国、
または三国すべてとした上で、独立沖縄は民主主義体制の貧しくても明るい沖縄共和国であるべきだ。個人的には、僕は沖縄の独立には反対する立場である。だが、沖縄が本気で独立に向けて立ち上がるなら、そしてもしも必要なら、僕はここイタリアを引き払ってでも、故郷の島に移り住み、戦いに参加しようと思う。と、結んでいる。この中曽根氏は、たびたび、琉球新報に寄稿しており、単なる読者とは立ち、位置が明らかに異なり、琉球新報の記者と言っても過言ではなく、どうやら、オール沖縄と、それを支援する団体やメディアは、本気で沖縄独立を目指して、中国、ロシア、北朝鮮に取り入ろうとしているのではないかとの声が囁かれ始めている。